人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が地球連邦政府とジオン公国のものだった。一年戦争と呼ばれるその戦いから7年、アースノイドとスペースノイドとの確執は未だくすぶり、人々の魂も地球の重力から解放されていなかった。くすぶりはやがて豪華へ。それは歴史の必然であったのだろうか。戦いの勝者となった連邦の傲慢は歪みとなって歴史の表面へとにじみ出し、地球圏の平和維持という名のもとに連邦軍エリート部隊ティターンズが結成される。アースノイドのみで構成されたジオン残党狩りを名目とするティターンズの真の目的、それは地球至上主義のもとに行われるスペースノイドの弾圧であった。この愚行に不信感をあらわにしたスペースノイドたちは反連邦組織エウーゴを結成。スペースノイドへの弾圧に武力での対立を示した。反目は反目を呼び、憎悪を呼び起こし、そして血で血を洗う抗争へと発展していく。愚行というにはあまりにも愚かな争い。人類は一年戦争を経てなおも過ちを繰り返す。時に宇宙世紀0087、3月、人類に二度目の闇が降りかかろうとしていた。カメラセット。さてと、噂の黒いニューガンダムってのはどこなんだ？あれか。アプリ、見えたか？ああ、ロベルト。機動訓練中らしいのかな。ガンダム開発の噂は本当だったんだ。クワトロ隊員に知らせろ。おう！星を継ぐ者。カミーユ美談か。ホモアビス大会では2年連続優勝、今年のジュニアモビルスーツ大会でも優勝。立派なもんだ。君は実戦で使えるほどの成績じゃないか。なのに貴様はだな、エウーゴの分子でもないくせに、なんでティターンズのメンバーに喧嘩を吹っかけたんだ。エウーゴというのが宇宙に住む人間たちの独立自治権を求める運動だというが、あんなのはジオンの残党に踊らされている連中に過ぎんのだ。まったく、いつまでも強情を張っているがいい。気のせいだ、疲れているんだ。なんだ。ふう、こりゃ始末書じゃ済まんかな。何？モビルスーツが墜落？マーク2が落ちたのか？
学生を見れば反戦主義者だろって因縁をつけるくせに、モビルスーツさえろくに扱えないんだから、チターンズって許せないな。大体地球生まれだけで編成された部隊に何ができるんだ。あ、待って、貴様、クワトロ隊、進入口を開きます。うん。なんだ、この息遣いは。アムロ・レイン、ララースン、いや、違う。はい、どうかなされましたか。いや、何でもない。これより作戦にかかる。援を頼むぞ。はっ。ジェリダメサ注意。注意は、好き勝手に動かす癖が抜けきってないようですね。マスク大佐がこの機体をすぐ使えるようにならしておけって。だからって住宅地の上でマーク2を低空飛行することはないでしょ。マーク2は壊しちゃいないでしょ。本部ビルに落ちたじゃないですか。住宅地を避けたからだろ。無茶やるのよね。貴様たち、兵法だぞ。ブライトキャプテン、どうせ隕石流がコロニーに穴でも開けたんでしょ。ひよっこに何の判断ができるか。そうですか。ならご命令に従うまでで。ジェリドメサ注意。エウーゴが来たのなら戦わなきゃならんだろう。しかし、まだ状況は。連邦軍はいつになったらここが地球と地続きでないということが分かるのだ。タイミングを合わせろ。もらってな。うんじゃねえ。やったぞ。赤い機体だと。赤い彗星、まさか。マーク2だ。アポリ、見えているか。獲物ですね、クワトロ隊。ロベルタは援護。なんだと、赤い彗星だというのか。相手が赤い機体だからといって。しかし、ティターンズがエウーゴごときにこうも手こずるとはな。モビルスーツの演習ですか。演習に見えるか。なんでグリーンノアワンへ。マーク2のデータ集めだろ。なるほど。しかしマーク2ですか。問題ないのではないですか。私には次があるのです。何も知らない技術屋が生きがるな。このまま返すわけにはいかんのだ。施設を見られているんだからな。フランクリン美団隊もエウーゴのモビルスーツをよく見ておくのだ。私がマーク2のパイロットを代行します。待ってください、危ないですよ。え、君、何を。やめんか。親父のコンピューターからデータを盗み出しておいたから動かせるけど。この子、マーク2を知ってる。すぐに降りろ。そんな簡単に動かせるものじゃない。やめなさい。
坊やのいじれるもんじゃないでしょ。マーク23号機ジェリドか。ジェリド、こいつらは俺を生き取りにするつもりだ。ジェリド、聞こえないのか。ジェリド、僕はジェリドじゃない。もう一機いるだと。アポリ、やめろ。あの3号機は我々の敵じゃない。しかし。そうだ、僕は敵じゃない、味方だ。なんだと、ふざけるな。あいつ、あの感覚はアムロレイの時と同じだ。どういうやつなんだ。あの子、一瞬で周りの事態を分かってしまうの。エヴァ注意は解いてください。ブライトさんもすみません。あいつ、口先だけは謝って。あの3号機のパイロット、信じられるようだ。アポリ、ロベルト、脱出するぞ。3号機のパイロット、聞こえるか。はい。良いのだな。はい、モビルスーツを盗んだんですから。よし、その代わり必死でついてこい。我々の侵入ポイントからコロニーの外へ脱出する。いいな。はい。チターンズ、こんな奴らにモビルスーツを渡してやるもんか。最低限の任務は完了させる。エウゴメ、無事に出られると思うな。ここでお前を逃がしたら、チターンズの面目が立たないんだよ。貴様、チターンズがどうしたって言うんだよ。もう少しおとなしくしてりゃ狙われずに済んだのにな。
私の前に出てくるか。逃がしはせんよ。捕まえた。ちぇ、当てられたか。これでもまだ続けるか。少しおとなしくしてりゃ狙われずに済んだのにな。落ちろ落ちろ。見てろよ。食らった。まずいな。味方にやられるな。やらせはしないぞ。
で俺が足手まといになるわけにはいかないな。よし、退避ルートの確保に成功したな。一気に脱出するぞ。ガンダムマークス、思わぬ収穫だった。少年、ついてこられるかな。はい、大丈夫です。どのくらいで落ち着けますか。小1時間といったところかな。怖いのか。空に出るのは慣れないものですから。時期になれるさ。アポリ、ロベルト、これより脱出する。待ち伏せ部隊に注意しろ。いいな。大佐、マーク2などもうやってもいいでしょう。美談隊、不穏当な発言は困るな。はっ。しかしどういう状況だったのだ。隔離根注意。はっ。自分は処女飛行でしたので、最低限の武装で迎撃に出ましたが、3号機のパイロットがジェリド・メサ中尉ではなく別人だというのが私にはわからんな。大佐、なぜガンダムマーク2の訓練をこちらでやっていたのですか。一般将校は黙っていろ。ブライトキャプテン、放っておけ。ここはティターンズの拠点である。軍といっても連邦軍であることには変わりないでしょう。連邦政府に反逆して潰されたジオンの残党どもと手を組もうとする輩がいるのだ。基地化を進めれば進めるほど反地球連邦政府の組織を育てるだけです。ここは連邦軍じゃないと言っている。チターンズに一般の軍律だと通用しないんだよ。反感を育てるとそれで殺されるぞ。シャトルの船長さんは黙れ。まったく、大体てめえはティターンズに従えばいい。私がエウーゴの艦艇アーガマを預かっているブレックスだ。君の働きでガンダムマーク2が手に入ったことには感謝している。偶然が重なっただけです。君がかつてニュータイプと言われたアムロレイの再来とは思わんよ。ニュータイプのその名前ならアングラの出版物でよく知っています。グリーンノアにもアングラ出版があるのか。グリーンノアだってもともとは軍事基地じゃなかったんです。マーク2の装甲は昔のままだというデータが出た。そりゃそうです。
あれは訓練用ですから。ティターンズの？母はそう言ってました。お母様は機械工学がご専門だったか。ガンダムマーク2の次の機体にはガンダリウムを使うと言って、それについては父も賛成でしたから採用しました。なるほど、そういうことか。ティターンズの追撃艦を確認したようです。どうします？来た時からティターンズの部隊には捕捉されているよ。我々は戦闘になる可能性があるな。どの道避けては通れんか。あなたは本当に信じているんですか？カミーユがガンダムを盗み出したなんて。私が知るわけないだろう。あなたはいつもそう、研究のことしか頭になくって。バスクとジャミトフのことを考えているんだよ。どうですか、マルガリータって若い女のことを考えているんでしょ。おい、よろしいか美団隊。地方にはエマ中尉とともにエウゴのアーガマへ出向いていただく。アーガマへですか。大尉はガンダムマーク2の開発者であるので、エマ中尉のそばで敵情のチェックをしてもらう。よろしくお願いします。こちらこそ。しかし敵のモビルスーツを見るだけなら寮母は関係ないでしょう。現場で敵機の装甲が手に入る場合もあるだろう。材質の調査を戦艦の中でやれというのですか。バスク大佐のご命令だ。ジェリド注意。注意に渡した命令書は後から行ったカプセルが視界に入ったら開ける。いいな。そのカプセルというのは強力な爆弾でしょうか。そんなところだ。どうだアストナージ。出ましたよ。タイの持ち帰った画像を分析すると、グリプスの例のドック、やっぱり戦艦を作ってますね。どんな戦艦だ。さあ、わかりませんよ。かなりのやつらしいけど。グリプスのデータのコピーは取ったのだろう。戦争なんでしょ。すまない。敵、モビルスーツらしきものキャッチ。発見された。こちらに戦闘の意思はありません。バスコーム大佐からの信書を持ってまいりました。何、本気なのか。順将、いかがしましょう。任せる。ではバスクの言い草も聞いてやりますか。モビルスーツへ着艦を許可する。了解。バスクオム大佐からの信書の返事は即答でお願いいたします。厳しいな。すまん、腹が。トイレを貸してくれ。あ、いいが、悪い病気じゃないのか。そんなことはない。なんとハレンチだ。え、注意はこの手紙の内容を知っているのかね。いいえ。だからそんな涼しい顔をしていられる。神指団と共に
ガンダムマーク2を返さない場合にはカミーユの両親を殺すと言っている。え、一軍の指揮官が思いつくことではない。 まさかバスク大佐がこのようなことを。それは注意も見た通りバスクの直筆だ。そうですが、これは軍隊のやることではありません。ティターンズは私兵だよ。自分は地球連邦軍でバスクの私兵になったつもりは。バスクではないよ、もっと大きなもの。ティターンズは地球の引力に魂を惹かれた人々の私兵なのだよ。そんな今の話本当なんですか？カミーユ君、正体不明のカプセルキャッチ。カプセル映像回せ。カプセルの中に、中に人がいるぞ。嘘です、あれはホロスコープです。マスクはそんなことはしない男だ。ガンダムマーク2、3号機出ます。カミーユがやっている。なんでだ。あの子が。やめさせろ。あのカプセルに入ってる人のことを分かってるんですよ。なんであんなところにお袋がいるんだ。カプセルってのはあれか。敵が奪う気配を見せたらカプセルを撃破しろか。なるほどね。あなたは何やってんです、こんなところで。エマ注意が戻った。違うか、エマは1号機のはずだ。だとしたら3号機、エウゴ、カプセルを奪ってのか。爆弾もろとも消えてなくなれ、3号機。アキホシナ、そこか。なんだ、何でもなかったのか。どういうんだ、マーク2の底は何でもないのか。なんだ、一体何だというんだこの不愉快さは。なんだ、貴様がやったんだ。貴様が母さんを。母さん、何を言ってるんだ。殺すことはなかったんだ。この声なんだ、カミーユとかって女みたいな名前の、あんな子供に。エウゴの奴らが動き出したか。どうやら強力な爆弾が起動したようだな。これよりエウゴを叩く。モビルスーツ隊展開。チターンズ艦隊接近。やはり元からそういう魂胆か。総員、第一戦闘入り、ティターンズ艦隊を迎え撃つ。
母さんを。母さん、母さんかい。まだおっぱいが恋しい年頃だったんだな。こいつ、そんなに死にたいのかよ。邪魔をするな。くらえ。どうってことはない。さあ、これでどうだ。落ちろ。このプレッシャー、邪魔をするんじゃないよ。この人殺しが。やってみな、やれるもんならな。仕掛けないと出てこないのか。よし、行くぜ。これでどうだ。こいつ、そんなに死にたいのかよ。
邪魔をするな。大したもんだ、この俺がこうまで。俺とやろうってのか、うかつな。当たるものか。遊びでやってんじゃないんだよ。今は戦うしかないんだもの、私だって。加速性も申し分ないし、反応性もいいぞ。よし、これさえ持って帰れば。そうそう好きにはさせん。出すか。捕まえたぞ。証拠りもなく。貴様、こんなはずは。出てこなければやられなかったのに。クソ、こんな奴に俺は。何やってんです。お、何を。今の声は親父の声。親父の。お前のような奴は修正してやる。親父にするだけだ。ここからいなくなる。
当てられたというのか。この落ちろ。何、当てられたのか。こいつできる。ライラ、ライラ出るぞ。続け。あんな奴らに手間取ってるとはね。チタンズとかって偉そうなだけでさ。新たな敵部隊キャッチ。これは連邦軍の船です。ルナ2駐留部隊か。厄介な時に厄介な奴が。自分の設計したマシンを敵機から観察できるとはな。親父はエウーゴのモビルスーツを盗みに来て、お袋が殺されたことも知らないんだ。やはりカミリユ。母さんはチタンズに殺されたんだぞ。小鳥のようにカプセルの中に入ったまま殺されたんだよ。ヒルダが小鳥になるか。聞こえているんでしょ。あいつは、お前は親に銃を向けるのか。こんな人殺しなんかにやられてたまるか。いい度胸してるぜ、お前。さて、シンクの稲妻の実力を見せてやるぜ。行くぞ。見えたぜ。私はただ。覚えておくがいい。俺がシンクの稲妻、ジョニー・ライデンだ。アレキサンドリア、持たんか。一時撤退する。
あなたには守るものがあるの？ガンダム、素人が。お前のようなやつは修正してやる。邪魔をするな。捕まえた。団地なのはあっちの方か。やってくれたな。これで終わりだ。何？当てられたのか。こいつできる。戦場なんだ。迷いなんてない。情けはかけません。やってみせるわ。この これがオールドタイプということなのか。恨まないでください。私はどうしても負けられないんです。こんなことになるなんて。撤退する。